こんばんは、マーティン。大の脈ボーイ。たまに政治を話すキングタクです。創造と伝統の街、鶴岡、地元の政治の話です。就学返金支援制度を創設するんです。はい。これ、驚きました。これ、大学行ける人とか、就職とか、支援など、いろいろ、住宅支援など、連携、大事ですね。はい。鶴岡エール。これ、鶴岡北高校部の書道を考案したのは田村さんです。はい。子育て世代、負担を軽減図るための支援も行ってますね。はい。給食など無償化ですね、費用。いろいろ。あとは、まあ、ブランド化を戦略に図っております。はい。その、育成学校、ジーズにおける、まあ、研修などです。はい。さらに、城下町、鶴岡入り、ブラインディング、まあ、伝統の町、侍四国、日本遺産、侍ゆかりの四国ということで、松ヶ丘、今年で150年を迎えました。令和4年度にオープンを目指す松ヶ丘4番店舗のですね、はい。1階と2階に分かれております。まさに歴史ある場所でございます。続いて、屋内多目的広場の共用開始。鶴岡の大山工業団地に、11月下旬の開会に向けて、テニスコート4名、フットサル2名の広さ、軟式野球対応、そして人工芝など、ウォーキングなどを備え、まあ、大山にある屋内多目的運動場がオープンする予定です。大山に、はい。いいですね。そして、SDGs。未来都市に向けての取り組みも進めており、豊富な地域資源を最大限に活用する、まあ、ゴミとか、まあ、さらに、デジタル化による窓口サービスなど、新たに下水道工事のことや、いろんな財政の見直しなど、いろいろ市役所は新たに変わるんです。第3次行政改革大綱と実践計画策定によります。というわけで、鶴岡の政治の話でした。バイバーイ。